昨日のことですが、うちにパン屋が営業に来ました。えー、珍しいね。普段はホームハンマーみたいなのは断るんですが、面白いなと思って買いますと言ってみたところ、6個で1760円になりますと言われ、ここで断るのも小さい人間と思われ、渋々購入しました。菓子パン6個で1760円。いくらやねん、1760円って。え、いくら ?1000、え、いくらいや、そんな高いかな。いや、そんな高くないな。てか、え、3、そうやな。 300円うん、いや、まあまあまあ、高いけど、いや、まあ、高いねんけど、まあまあまあ、でも、そんな極端な方外の値段ではないかな。いや、物によんねんけどな、えー。訪問販売には二度と応じるものかと思い、新たにいたしました。ハイタさんお、推しに任されて、えー、納得いかないもの買わせたことありますかうーんとね、あの、子供の時に、さあ、あほら、教育のなんかさ、財、なに教材みたいなのよく売ってる人おったやん。 学校帰り待ち伏せてて、あのー、キャラクターものの筆箱とか、あのー、下敷きとかあってみたいな、あれを買わされてしまいましたね。悠々白書の。悠々白書の筆箱やらなんや、下敷きやらなってて、今思ったらもうなんかね、ほんまに、何やろ、リーゼントの兄ちゃんみたいな人みたいな感じだったね。小学校、手がくねん時にそれを いいやそれをだからあの買って欲しいで俺、全然勉強しなかったからこれをこれ買ってくれたら勉強しちゃうかもみたいな感じで親をなんか説得して買っ桑原みたいなやつだよそうそうそうリアル桑原みたいなやつで買ってもらったんやけど多分ねいやほんまにあの1ページもやってないなだそれはでも子供ながらにああ、これはあかんなとさすがにこれはちょっとないなと思いましたね。 いや、嘘はついてないんですよね。しちゃうかもって、その時は思ったんですけど、まあ、ふたを開けてみたらしなかったっていう。今でもそれ覚えてるくらいだから、まあまあ、やっぱこういうことはしたらあかんねんなという、まあ、あの、経験としてね、自分に刻まれはしたんですけど、まあ、それかな。うん。いや、でも結構押されたの、やっぱり。うん。その、桑原に。かっこいいやろ、みたいな感じで。まあ、商品をすごいちらつかされて、めっちゃかっこよかったんですよね。その、誘白の下敷きが。いやー、だからまあ、ちょっと。 あれはなかなか立ち悪い商売やなと思いましたね。そう、桑原はもうノルマ。ってか、ね、昔のなんかね、そういう営業とかってね、そんなんばっかりやったらしいね。ほんまにあの、不動産とかもなんなら、ね、もうあの、契約取るまでほんまに帰ってくんなみたいな、とか普通になんかあったって話聞くしね。もうどうにかしても、あの、不動産じゃないかな、それ契約の話とかあるやん。もう旦那が帰ってくるまでに どうにかしてその家にいる、ね、主婦の人に話つけてきて、もうそれやるまでお前絶対帰ってくんなみたいな、まあ、そういうバブリーな、ね、そう時代ですよね。はい